はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、かしまわりでございます。はい、ということで、こちらですね。鹿島市の方から届きました制作秘書課ということで、おそらくこちらは、鹿島アントラーズ PR 大使のね、反則物かと思います。ちょっと開けていきたいですね。まあ、皆さんと一緒に見ていきましょう。申請がね、通りました。ありがとうございます。まあ、今年から県、その市外ですね、鹿島市外の方でも鹿島市アントラーズ PR 大使の方は応募できるということで、また後で応募のね、仕方等々も話していきたいと思いますけれども。はい、ということで反則物が出てまいりました。はい。こちらでございます。まあ、ちょっと裏にね、名前、自分の名前出ちゃってるんであれなんですけど。はい、こちらが、任命書でございます。で、はい、こういう感じで、鹿島市アントラーズ PR 大使ということで、まあ、任命書を頂戴いたしました。で、あとこれですね、こちらをマグネットに、として、こう、後ろに貼ってねっていうことなんですけれども、車の後ろ等々に貼ってねということなんですけども、まあ、これをね、貼って、鹿島市では、自分は、来年また、行動しようと思っております。ぜひとも松本ナンバーのこのマグネットを見たら煽らないでください。よろしくお願いします。もしかしたらタラタラ走ってるかもしれないですけど、ぜひ煽らないでくださいということでございます。よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあこのね、鹿島市アントラーズ PR 大使が何をしていくかっていうような紙がこちら届いているので、こちらの方ね少し読んでいきたいと思います。はい、まず一つ、各種 SNS を活用し、鹿島市内外に本市の情報並び、鹿島アントラーズの PR を週に1回以上行ってくださいと。で、2、ホームゲーム開催時にはできる限り、スタジアムに足を運び、勝利への願いを発信してください。3、鹿島市からの情報メールを受信し、多くの友人、知人に PR してください。4、鹿島市並びに鹿島アントラーズのイベント、観光情報を発信してください。5、鹿島市並びに鹿島アントラーズのことを SNS で投稿する際は、ハッシュタグ、鹿島市アントラーズ PR 大使をつけてください。6、送付した鹿島市アントラーズ PR 大使マグネットを自家用車などに貼って、常時掲示してください。7、SNS などでの情報発信の際は、その内容が公序良俗に反していないか、その内容を確認した上で発信してください。ということでございます。はい。まあ、こういったことがね、できる方、ぜひとも市外も、もちろん、受けたまっているそうですし、こういったね、PR 大使っていう方が増えると、いろいろとこう、情報発信のところの拡散等々にもつながっていくということになりますので、もしね、迷っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、まず、鹿島市のホームページですね、そちらの方から、この鹿島市アントラーズ PR 大使の方を検索していただくと、まあ、メールでの送付ということで、まあ、個人情報少々こうね、打ち込んで、送って申請をすることができます。SNS のアカウント名だったりだとか、そういうのとかも一応載せなきゃいけないですけど、簡単でございます。ただメールで送るだけ。もしくは、鹿島市の市役所の方の窓口のところに、紙があるそうでございます。どこだっけな、観光課だったかな、ございますので、ぜひともそちらの方から、記入して、投稿していただいて、申請していただいて、ぜひとも仲間になって一緒に PR していきましょう。はい。また、URL 等々、そこのとこのね、URL 等々は概要欄に貼っておきますので、もし気になる方はそちらをぜひご覧ください。はい。ということで、本日はまた一つ鹿島割り前に進めるというきっかけになります。鹿島市アントラーズ PR 大使になった、反則物が届いたよ、やっとなんかこう認め、なんかなんだろう、そこの許可が得て認可されて、なんかこういう活動がしっかりがっつりできるよみたいなところの動画でございました。今後も鹿島割り頑張っていきますので、ぜひとも皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、では本日もありがとうございました。それではまた次回、おつまわり。